こんにちは、キューブです。今回レビューしていくアイテムは、実はだいぶ前から時々息長くご要望が届いていたものです。というわけで今回ご紹介していくのはこちら。だいぶ久々ですね。トランスフォーマージェネレーションズサイバーシリーズ、サイバーバタリオンメガトロンです。このところメイヘム攻撃隊とかアルファトリン様とかちょっとマニアックなキャラで攻めすぎていたので、この辺で一つアイテムとしては間に合めながらもキャラクターはメジャーなやつをやっておこうと思ってこれを持ってきました。ですね、もう結構前になるんですけど、以前チャンネルキューブでサイバーコマンダーというシリーズのオプティマスプライムとバンブルビーをご紹介したことがあるんですが、今回のメガトロンはそれと同じシリーズの一品です。もっともサイズが少しだけ違っていて、以前のオプティマスと B はリーダークラスよりまだ大きいサイバーコマンダーというクラスでしたが、今回のメガトロンはそれより小さいサイバーバタリオンというクラスのアイテムになります。では早速パッケージから見ていきましょう。全体の見た目はこんな感じ。箱のサイズ的にはボイジャーくらい、まあもう少し小さいかもしれないですけど、それに近い感じのサイズ感ですね。ただ普通はこのくらいの大きさだとウィンドウがついたサック箱になっている場合が多いですけど、こちらはシンプルな紙箱というか、これは前にもご紹介したオプティマスやバンブルビーの時も同じでしたね。ちなみにですね、サイバーシリーズというのがどういったシリーズなのかというご説明はオプティマスプライムの動画の時に詳しくやったので、そちらをご覧ください。上のカードか下の動画説明欄にリンクを貼っておきます。ただ一応最低限の説明だけしておくとですね、こちらのサイバーシリーズというのは一言で言うと新しい世代の簡易変形トランスフォーマーですね。これまで簡易変形フィギュアというと大体の場合デラックスやボイジャーで簡易変形ではないものも出ているキャラクターに対して、その省略表現としていじりやすいように簡易変形というパターンが多かったんですが、このサイバーシリーズはですね、このシリーズ以外のデザインに対する簡易表現ではなくて、このシリーズのためだけに全てオリジナルでデザインが起こされています。こちらのメガトロンもこの形のメガトロンというのはこのサイバーバタリオンのメガトロンだけですね。変形パターンも各部のデザインも全てオリジナルで一から起こされています。もっと言うとですね、こちらのアイテムが単なる省略表現としての簡単変形トランスフォーマーではないっていうことの一つの証左として、こちらご覧ください。トランスフォーマージェネレーションズとなっています。つまりこちらはですね、ハイエイジ向けも含んでいるトランスフォーマージェネレーションズのブランドの下に位置するものっていうことですね。なのでもちろん簡単変形ということで、そういったお子さんたちも対象に入っているんだとは思いますが、そうであってもだからキッズ向けというふうにすぐプレイスクール的なデザインにせず、ジェネレーションズの名前の他のアイテムと並べても見劣りしないような密度の高いディティールが施されています。では開けていきましょう。中身を取り出すとこんな感じ。こちらのサイバーシリーズは、まあサイバーコマンダーの方もそうだったんですが、中に別紙での説明書はついていません。簡単変形ということで、パッケージの裏のアートの一部になっているこの部分で変形の説明は全部ですね。中身を取り出して並べるとこんな感じ。メガトロン本体と、そしてメガトロンおなじみの融合可能砲が武器として入っています。サイバーコマンダーのオプティマスやバンブルビーの時は別に付属する武器というのは一つもなかったんですが、こちらのメガトロンには融合カノン砲が一つついてきます。ですがこれもビークルモードにした時はビークルの形の一部に含まれるので、まあ実質付属なしみたいなものですね。ではビークルモードから見ていきましょう。メガトロンということでビークルモードはおなじみ戦車モードといっても、実在の戦車ではなく、ご覧になってわかる通り完全な SF タンク、サイバトロニアンビークルということですね。そしてご覧ください。こういう感じで左右に大きなミサイルポッドが縦向きについていたり、前後のキャタピラがセパレートになっていたり、これに似た形のメガトロンというのは他のクラスにはありませんよね。そうなんです。これ繰り返しになりますが、完全に簡易変形ながら新規に起こされたデザインになっていて、これと同じプロセスで変形したり、このデザインを引き継いでいるメガトロンというのはこれ以外には存在しません。戦車モードを地球に実在する戦車に寄せていくと、どうしても方針が細めっていう風になりがちなんですけど、今回のは非常にボリューム感がありますね。なんというか、初代のピストルに変形する方のメガトロンの融合カノン砲、当時はこれが銃のスコープになっていたんですが、そのシルエットにかなり近づけてあって、この太い方針がなんとも力強くていいですね。さすがに構造上旋回はできないんですが、こちらの砲塔の部分は意外にもかなり仰角深くをつけることができます。
ちなみにこちらのキャタピラの部分、さすがにゴムキャタピラみたいなそういったことではありませんが、ちゃんとキャタピラに見える結構細かいディティールになっていますね。それとですね、こういった部分、だいたい海外版のトランスフォーマーというのはホイールの部分が銀に塗られてなくて黒無垢になってることが多いんですが、こちらは内部の車輪が一つ一つ別々に全部シルバーで塗られています。こういった簡易変形のアイテムとしてはかなり珍しいですね。キャタピラが回るわけではないとはいえ、コロ走行ができないというわけではなくて、ご覧ください。前後のキャタピラ一つ一つにこういったコロがついていて、机の上に置けばこんな感じで意外とスムーズにコロ走行できます。では先ほどから何度も名前が出ているアイテムと比較していきましょう。これと同じシリーズの一つ上のクラス、サイバーコマンダーのオプティマスプライムと並べてみるとこんな感じ。ワンクラス違うだけなんですけど、結構大きさ違っていますね。まあ半分とまではいかないですけど、それに近いイメージで小さくなっています。ただ車幅に関するボリューム感は同じぐらいかもしれませんね。こうやって2つだけで比べるとさもメガトロン小さいかのような気がしてしまうんですが、こちらのサイバーコマンダーというのは単体でコンバイナーぐらいのサイズがあるので、これと比べて小さいというだけのことですね。例えばですね、サイバーシリーズではない通常のジェネレーションズのアイテム、こちらモーターマスターボイジャークラスで、ボイジャーの中でもそこそこ大きさある方なんですけど、ご覧ください。見た感じのボリューム感は一回りメガトロンの方が勝ってるぐらいですね。小さいとは言っても十分このぐらいのサイズ感ではあります。ではいよいよ変形させていきましょう。簡単変形ということで、変形のプロセスそのものはシンプルなんですが、どのブロックがどこへ移動するかという点が結構珍しい構造になっています。ではトランスフォーム、完成。サイバーシリーズサイバーバタリオンメガトロンです。ちなみに武器をつけたままで変形できるかに関しては、今ご覧に入れた通り変形はできます。ただし方針がこの部分に来るようになってしまうんですよね。まあもっともメガトロンは昔のピストルに変形する方のメガトロンでも重心の部分がこの部分に来ていたので、これはこれでメガトロンらしい衣装と言えなくもないんですが、やはりこれは本当は融合可能法なので、右手につけたいと思えば一度外してこういう風に取り付けるべきですね。実はこの融合可能法、簡易変形で結構シンプルな構造ながら取り付け方にいろいろバリエーションをつけることができます。まず先ほどお見せした通り、横のピンでここに取り付けるやり方、それ以外に裏についているこちらのピンでこういう向きで取り付けるというやり方、そして最後にこのピンを拳に持たせることでこういう風に手そのものが銃になったかのように見立てることもできますね。ちなみにこちらの融合可能法はギミック以外にもう一点ものすごい驚くことがあって、こちらはですね、こんな円筒形をしていて、しかも正面から見た時丸い穴がこんなに深く開いているにもかかわらず、なんとこれワンパーツなんですね。後ろから見ると肉抜きの方向なんかでそのことがわかると思います。このパーツをワンパーツで一発で抜いているっていうのはどうやったんだろうって思っちゃいますね。これはなんというかデザイナーが結構工夫して調整しないとこんな風にはならないと思いますね。これすごいですね。では融合可能法をこうやって腕のサイドにつけた状態で改めてスタイルを見ていきましょう。顔のアップです。しっかりとメガトロンの記号を抑えながらも、各部にそこそこアレンジが入っていて、マスクの形状なんかもいわゆるオーソドックスなメガトロンというよりはメガトロナスといった感じのニュアンスの顔ですね。メガトロナスというのはアドベンチャーの最後に出てきたあのメガトロナスプライムのことではなく、単にメガトロンと名乗る前のメガトロナスのことですね。こういう名前が同じなのちょっとややこしいですね。変形のプロセスに関してもシンプルながら結構パーツの移動に意外性がありましたよね。車体のサイドについていた特徴的な形のこのミサイルポット、実はこれ変形した後は足の裏になるんですね。
ただですね、こちら変形プロセス非常によくできていたんですが、一点だけ気になるのが、この足の部分、ここの展開のしづらさですね。この足首になるミサイルポットの部分がどういう風に開いてもどこかに干渉して擦れてしまって、ちょっとここをスムーズに開くことが難しい印象があります。腕と固定されているこのピンを外した後、全体的にだましだましいろんなところと擦りながらゴリゴリ言わせて広げるみたいな感じになりがちで、ちょっとこの部分は一箇所ずつスパスパと変形できる感じがあんまりなくて、サイバーコマンダーのオプティマスみたいな気持ちよさはちょっとありませんでしたね。胸のブロックと干渉してしまって、ちょっと塗装剥げなんかが起きるんじゃないかっていう嫌いもありますね。ではビークルモードの時も一度一緒に並べたこちらサイバーコマンダーのオプティマスプライムと並べてみるとこんな感じ。ビークルモードの時も2倍とまではいかないまでも結構そのくらい大きさが違っていましたが、ロボットモードで比較しても大きさの違いはだいたい似たようなイメージですね。実はですね、こちらサイバーコマンダーなんですが、サイバーバタリオンのオプティマスプライムというのもあって、それだとこちらとサイズがぴったり合っているところなんですが、そちらのサイバーバタリオンのオプティマスはですね、メトロマスタークラスのオプティマスプライムの、まあ、ただの拡大版ではないんですが、拡大と取れるようなちょっと近い構造があったので、あまり個人的にピンとこなくて買わなかったんですよね。なので、この2つしかないので、ちょっと並べるとだいぶ大きさが違ってしまうんですが、個人的にはですね、メガトロンの方もこちらのサイバーコマンダーのサイズでもう一つ出てくれると嬉しかったですね。ちなみに先ほどオプティマスプライム以外にもう一つ出してきたこちらボイジャークラスのモーターマスターと並べてみるとこんな感じ。モーターマスターはボイジャーとしては結構大型で、特にロボットモードにすると上半身かなりトップヘビーでゴリラ腕で割とボリュームがあるんですけど、それと比べてもメガトロンの方が若干ボリューム勝ってるぐらいありますね。まあ先ほどのサイバーコマンダーは繰り返しになりますけど、単体でコンバイナーぐらいのサイズがあるんで、それと比べて小さくても普通のレギュラーサイズと比べるとメガトロン十分大きさがありますね。大きさの小差としていつも出している12分の1のネゴシエーターを出してみました。比べてみるとこのぐらいの違いがあります。こちらのネゴシエーターもデラックスクラスよりは頭一つぐらい大きいっていうサイズなので、それと比べてこのぐらいのボリューム感ということは、単体として触り応えが足りない大きさっていう感じは全然ないっていうことがお分かりいただけるんじゃないかと思います。次に可動ですが、頭部はまあボールジョイントではないんですが、左右方向には回すことができて360度回転します。次に肩、この肩の部分は変形の恩恵もあって非常に柔軟ですね。縦方向の回転は360度 U に行きますし、肩の形を見ると一見水平には上がらなそうに見えるんですが、こういう形で完全に水平まで上げることができます。縦ロールはないんですが、肘もこういう風に曲げることができます。段階は少ないんですが、クリックが切れていますね。手首はワンパーツなので一切可動はありません。というかですね、ここご覧ください。外側についているこの装甲の板と手首の手の甲の部分とがちゃんと分離していますよね。分離しているんですが、下から見ると分かる通りワンパーツはワンパーツなんですよね。こういう風に一体になっているのに、外側と拳とがちゃんと分かれた感じのディティールになっているっていうのは、これなんていうか技術的にすごいですよね。胴体に可動はありませんね。腰も回転はしません。ですが変形の恩恵でこの胸の部分をこういう風に上げると、まあ頭が若干隠れてしまうのであまり上げられないんですが、ちょっとだけ屈伸のような角度をつけることができます。股関節に関してはボールジョイントではないんですが、前後左右に切れていて事実上自由です。前にも後ろにも、それから横方向にも90度上がりますね。縦の可動も横の可動もどちらもクリックが付けられています。ただですね、このクリック横方向に関してちょっと一段の角度が広いんですよね。なのでこういう風に全くの棒立ちの状態のワンクリック外がもうこの角度なんですよね。なので結構大股で飾る感じになってしまって、そこが若干不自然に見えるという方もいらっしゃるかもしれません。膝はもともと足を180度畳む変形なので非常に深く曲げることができます。先ほどお見せしたこれより上のクラスのサイバーコマンダーのオプティマスでは膝の可動は廃止されていたので、まあこちらは変形の恩恵であるとはいえ曲がるの結構いいですね。足首に関しては基本可動はないのと同じですね。というのはですね、変形関節がここに一軸あって、こちらへ開くことは開くんですが、反対のこちら側へ開くというのであれば使い道はあるんですけど、こちらへ開かれても足首関節としてはちょっと使い道がない感じですね。ポーズをつけるとこんな感じ。
これサイバーコマンダーのオプティマスでも同じことを言ったんですが、この変形のための関節の類がですね、単に変形のための関節というだけではなくて、ロボットモードになった時、関節の可動としても生きるように考えられて場所と角度を配置されているんですよね。なので変形はシンプルながら、変形に使った関節だけを使って非常にポーズが柔軟に取れるみたいな面白い構造になっていて、この辺実に考えられているなと感じますね。いやー、改めて今回のレビューで触ってみましたが、サイバーシリーズはやっぱり手触りがすごくいいというか、いじりごたえが気持ちいいおもちゃですね。でもですね、こちらのサイバーシリーズは流通もブリックス諸国向けだと言われていたりして、結構コンセプトもそれから出回り方も他のトランスフォーマーと違う特殊な感じで、今もう普通のショップだとほとんど見かけなくなってしまっているんですよね。今から手に入れようとするとなかなか難しくて、正直ガチでオークションとかで手に入れるしかないような状況かもしれません。これコマンダーのオプティマスの時もバンブルビーの時も言ったんですが、こちらのサイバーシリーズは出来栄えというか、その出来の全体のバランス感みたいなものが非常に優れたいいおもちゃなので、ぜひこれは国内でも発売してほしい一品ですね。まあ国内に導入されるまでないにしても、せめて追加生産がかかるといいですね。以上、トランスフォーマージェネレーションズサイバーシリーズよりサイバーバタリオンメガトロンのレビューいかがだったでしょうか。では次の動画でお会いしましょう。キューブでした。楽しんでいただけたでしょうか。チャンネル登録はこのすぐ下にあるボタンから、スマートフォンやタブレットでご覧の方は動画の下の赤い登録ボタンから登録できます。よろしくお願いします。さて今回の久々のサイバーシリーズのレビューいかがだったでしょうか。いやー、このシリーズまさかほんのわずかの期間でこんなに入手困難なアイテムになるとはちょっと想像してませんでしたね。最近はですね、こういった海外のアイテムでも、例えば Amazon のマーケットプレイスなんかを開くと、まあめちゃくちゃ割高にはなっているんですが、一応商品のページはあるっていう感じなんですけど、こちらのサイバーシリーズはですね、もう出物がないですね。高い安いの問題じゃなくて、本当に見かけなくなってきてると思います。こういったトランスフォーマー、まあトランスフォーマーに限らないかもしれないですね。この手のホビーは出会った時に買っておけっていうのが鉄則だっていう風にマニアの方に伺うと皆さんおっしゃいますけど、今回のこのサイバーシリーズもまさにそれを感じさせる一品ということになりましたね。というわけでですね、皆さんに伺いたいんですが、皆さんはそういったヴィンテージもの、あるいはヴィンテージというほど古くなくても現在入手困難になっているアイテムの中で、どれでも一つ手に入るとしたら一番欲しいアイテムって何でしょうか。一つだけ選ぶとしたらどれになるか、ぜひ下のコメントで教えていただけると嬉しいです。トランスフォーマー以外でも結構です。ちなみに自分はというとですね、まあどれでも一つと言われると結構いろいろ幅が広くて選びづらいんですが、トランスフォーマーのメガプリテンダーのサンダーウィングかブルームあたりがあったらぜひ欲しいところですね。個人的には G1 まで遡ったヴィンテージってあんまり買わないんですよね。なぜかというと、トランスフォーマーって G1 まで遡るともう余剰パーツ上等みたいな仕様になっているものがそこかしこにあって、あまりピンとこないアイテムが多かったりするんですが、メガプリテンダーは非常によくできていましたね。日本で売っていたクロスフォーマーになった方のブルーバッカスとブラックシャドウでもいいんですが、個人的にはやっぱり見た目的にサンダーウィングかブルームあたりがぜひ欲しいところなんですよね。ブルームあまりかっこよくないだろうっていう方も結構いらっしゃるんですけど、まあ自分シャークトロンが大好きだったりする人間で割と変態志向なんで、ブルームすごいツボなんですよね。皆さんにはそういった現在では非常に入手が困難になってしまったものながらもどうにかして手に入れたいみたいな一品あるでしょうか。ぜひご意見お待ちしています。